皆さんこんにちは、パルトラです。いやーかっこいいですよね。このフィギュアはスタジオ24が展開するキングオブコレクターズ24シリーズ第2弾ギースハワード通常カラーですね。ギースハワードは対戦型戦闘ゲームガロー伝説スペシャルに登場するキャラクターですね。先日このフィギュアのレビュー動画で私はこんなこと言ってましたよね。今回はこの通常カラーのみを購入してしまいました。シリーズ第1弾のテリー・ボガードは2種類とも購入したので、今回もこのギース・ハワードは2種類購入するつもりだったんですね。しかしながらですね、今回通常カラーはスタジオ24ストアで直接購入して、 2P カラーは小売店で購入してみようかなとか、購入時にねいろいろ考えてしまって、結局 2P カラー予約できてなかったんですよね。なんでやねん。どうしてこんなことしたのか自分でもよくわかりませんって感じで、結構私も天然ボケのところがありまして、まあ後悔先に立たずってやつですね。ということで、ギースハワード 2P カラー追加購入しました。このシリーズ第1弾のテリー・ボガードも通常カラーと 2P カラーを購入していて、第3弾の白縫い舞も通常カラーと 2P カラーを予約済みでしたので、後々公開しないためにも今回購入に踏み切りました。今回は Amazon で購入しました。販売元が Amazon というふうに明記されてましたので、マーケットプレイスで購入したわけではありません。たまたま Amazon サイトをね散歩してましたら見つけましたので、これは買っとこうと思ってね注文しました。はい、ということで通常カラーがねこちらになります。はい、まあ造形はね同一のものなんですが、このコスチュームですね、通常カラーは赤いコスチュームですが、これが紫になるんですね。まあ、帯の色も違いますね。やっぱりこの2体並べるとねかっこいいですよね。また雰囲気が違ってすごくいいです。通常カラーの時にもねレビューしてますので、まあ造形自体は同じものなのでね、まあ同じようなレビューになりますが、まあ私がね気に入ったのはこのね顔ですね。この目、本当にねこの眼光が鋭い感じがねすごくいいんですよね。パッと見た感じねすごく印象に残る目してますね。かっこいいんですよねこれがね。そしてこのね筋肉美ですね。太い腕に太い腹筋、もう胸板もむちゃくちゃ厚いしね、こういうね造形に私はね造形美を感じると、まあ、通常からのね時も言ってましたけどね。はい、そしてこの袴の色がね紫になって、まあこれがねいい色ですわ。いやなんかねすごくね高貴なね色してます。かっこいいですね。帯もね単調に黒帯じゃなくてねちょっと紫っぽい色になってますよね。もちろんですねこの足袋のね造形もしっかりされてますのでね、かっこいいですよね。いや素晴らしいですね。何度見てもね、このネックレスは真鍮でできてるということですね。はい、本当にこの腕いいな。本当にね男性ならねこういう腕ねちょっとね憧れてね一度はなってみたいと
思うんじゃないですかね、これね。そしてこの背中の筋肉もすごい、もうボコボコね。えこれはすごいですね。非常に魅力的ですね。こんな感じですね。でこのね道着のね襟のあたりの縫い目ね、この辺もねすごくリアルにできてると。まあね、通常カラーでもねこの辺はレビューしてましたけどね。はい、ということでですね、通常カラーのレビューをまだ見てない方はね合わせて見てくださいね。はい、素晴らしいです。そしてこのようにですね、背景のポスターがついてますね。こちらの方もね、通常カラーとは色違いになっててなかなかかっこいいですね。うわー、4体並ぶとね、ほんとかっこいいですね。いやもうね、私のね気持ちもちょっとね曇ってたんですがね、この4体しっかりね揃えられて今日はすっきり晴れました。ということでですね、今回ご紹介したのはスタジオ24が展開するキングオブコレクターズ24シリーズから第2弾ギースハワード 2P カラーのご紹介でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。